水蒸気、水蒸気、水蒸気、稀に、スチームとも言うは、水が気化した蒸気。空気中の水蒸気量、特に飽和水蒸気量に対する水蒸気量の割合を湿度という。水蒸気は、無色の気体であり、目には見えない。雲は液体である水滴と、水蒸気を含む空気の気体との根性だが、水滴により、可視化される。その他、霧、もや、 湯気など、白く見えるものは、水蒸気を含む空気と水滴のうちの水滴である。なお、湯気は、水蒸気がより温度の低い場で冷えて凝結し、水滴となったために白く見えるもの。例えば、夜間で湯を沸かした際、その口から湯気が噴出しているところを見ると、口の近くだけは透明に見える。この部分は、水蒸気であり、外気に触れて、 気体の温度が低下し、凝結した水滴と、水蒸気の根性が湯気である。火山が多く、天然に湧く温泉が随所で見られる日本では、温泉特に熱線の水蒸気が、空気中で急激に冷やされて、湯気となり、煙のように白く湧き立ち上っているように見える様から、古くから湯煙と呼ばれ、親しまれた。例として、南紀徳川氏に収められた十数歩の薄、 マスホノススキの四巻、ムロ君には、紀州湯の峰温泉の説明書きとして、湯口は非常に熱く、湯煙が立ち上って近辺は霧のようになってを、雲がない時はより顕著で、食べ物を煮たり白米を浸してしばらく置くとご飯となるが、大根は煮るのが難しいと書かれている。一定圧力下で常温の水をゆっくり加熱すると、ある温度、 大気圧 760mmhg の下では、摂氏100度で蒸気に変わる。加熱に伴って、水が蒸発し全体の体積が増加するが、その間温度は一定のまま変わらない。すべての水が蒸発して、気体となった後、ゆっくりと、さらに加熱すると、蒸気の温度は再び増加し始める。蒸気となった水を冷却すると、同じ経路を逆にたどって、蒸気は凝縮して、 液体の水になる。以上の変化は、水に限らず一般の物質に共通している。一部の水、液体が蒸発を始める温度を、その圧力における、飽和温度と呼び、逆にその圧力を、その温度における、飽和圧力、飽和蒸気圧と呼ぶ。標準大気圧の水の飽和温度は、摂氏100度であり、摂氏100度の水の飽和圧力は760。 mmhg イコール1 0 1 3 2 5スカルである。飽和温度は圧力が上昇するとともに上昇する。飽和温度の水、液体を飽和水、水以外では飽和液、蒸気を飽和蒸気と呼び、飽和温度以下の温度の水、液体をサブクール水、水以外ではサブクール液、飽和温度以上の温度の蒸気、気体を加熱蒸気、水以外でも同じと呼ぶ。 サブクール水、または加熱蒸気の熱力学的状態は、二つの状態量、通常は圧力と温度で指定することができる。蒸気法を含んだ水や水滴を含んだ蒸気は、一般に湿り蒸気と呼ばれる。水と蒸気が、熱力学的平行、圧力と温度が、相等しいであれば、飽和水、液と飽和蒸気の混合物である。湿り蒸気であれば圧力は、 飽和圧力であり、温度は飽和温度である。湿り蒸気の熱力学的状態は圧力、または温度に加えて、磁式能を用いて指定することができる。圧力が高くなると、気体の飽和蒸気の非体積、単位質量あたりの体積は小さくなり、一方飽和水の非体積は飽和温度が高くなるため少しずつ大きくなり、 ある圧力で飽和水と飽和蒸気の状態は1点に合体する。この状態は臨界点と呼ばれ、臨界点以上の圧力では液体と気体の区別をつけることはできなくなる超臨界流体。水の臨界点は圧力、温度、非体積0.0031700メートル、キログラムである。湿り蒸気を密閉容器の中でゆっくり冷却すると 蒸気の一部が凝縮するとともに温度と圧力が低下する。湿り蒸気を維持したままある温度に達すると、湿り蒸気の一部に氷が生じ、温度も圧力も変化しなくなる。この状態を三重点と呼び、水の場合は温度、圧力である。水の三重点は国際単位系の温度定義の基準点に用いられている。見重点の水をさらに冷却すると、 水が氷に変化、凝固し、水がなくなると温度と圧力が再び低下し始め、蒸気が氷に変化、固体と気体間の状態変化を総じて消化というする。液体の水は、見え点と臨界点の間の限られた圧力範囲で存在することになる。これらの事柄は、水に限らず一般の物質に共通した性質である。蒸気機関では、 凝結水が発生しないなどの利点があるため、例えば、蒸気機関車では、日本の場合、初代9600系、9580系が最初期であるが、以降の中型以上の機関車はほぼ加熱式であり、国鉄正式機関車では B20 系のような特殊な例外を除きすべて加熱式である。水蒸気は、古くから蒸し料理や蒸し風呂に利用されてきた。 圧力釜やオートクレーブもほぼこれを利用している。水蒸気を利用した蒸気機関は産業革命における動力源として重要な役割を担った。現代ではレシプロ式は衰退の一途をたどったが、気力発電、火力発電や原子力発電で蒸気タービンの駆動に用されている。その他、水蒸気を熱中立ちとした蒸気暖房や 高温を利用した清掃用具スチームクリーナーがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。